始まりました。少量チャンネルの翔太です。今日はですね、最近の僕らを密着みたいな感じでしていこうかなと思うんですけども、まあ普段りょうちゃんは仕事が忙しかったりするので、 YouTube の撮影の時、まありょうが休みの時はわりかし予定を詰めてたりするので、今日は何をしてるかっていうのを密着していこうと思います。で、今の時刻がですね、朝10時です。で、今日実は朝6時ぐらいから起きて編集をずっとしてて、今日アップする動画をまだ終わってないんだけど、それはちょっとやっていこうと思ってます。で、今りょうはお風呂入ってます。で、今日はねちょこちょこ忙しかったりするので、まあ頑張って行こうと思います。お楽しみに。終了。遊ばないでもらっていい？俺で、うん、あーお酒飲みたい。でも1回に飲む量だいぶ少ないよね、そうだね。うん、だから逆にもっとこうなってほしいっていう部分は何かありますかっていう時に、まあ、中野区だけに限ったことではないんですけれども、同性婚が認められる世の中になればいいと思います。かわいいね。はい、というわけでですね、今が12時ぐらいなんですけども、はい、今からリモート出演という形で僕らが住んでる、うん、まあ、中野区のローカル番組なのかなに今日は出演させていただきます。はい、ちょっとしっかりね準備はしたつもりあるけど、うん、大丈夫かな。まあ、大丈夫でしょう。頑張ります。頑張ります。今回のゲストは YouTuber の翔太さん、りょうさんです。よろしくお願いします。中野ジーンズ館、番組 MC を担当します、ブルナ中野です。よろしくお願いします。せーの、ジェイコムからお届け、中野ジーンズ館。はい、では収録以上となります、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけで今終わりました。はい、終わりました。あんまり喋れなかった。本当？楽しかった俺は。あんまり喋れなかった。なんかさ、一緒に喋ったら音の問題でって言われたからね。そうタイミング探ったよね。そうだね。はい。ひょうにょう。というわけで、はい、今12時40分ぐらいなんですけども、うん、この後1時から、うん、また別の取材がね、はい、あるので、はい、次のやつはね、カメラマンさんの方が来てくれる、うん、うちに来て、はい、日常をちょっと撮らせてくださいっていう感じでらしいので、はい、頑張ります。頑張ります。うん、はい、じゃあ次はなんでここへなの？頑張ります。あ。ひょうにょう。はい、というわけで、はい、今の時刻が16時、はい、まあ、3時間ぐらいかなやってたんですけど、うん、ちょっと映像がね見せれないんですけども、あのまあ近いうちとかにまたその件は話しするので、それまで楽しみにしててください。はい、はい、というわけでお次が18時に、今日はねちょっといろいろあるんですけど、うん、次その18時のやつは大体なんかいつもこのぐらいの時期に、うん、まあ、大学生とか大学4年生が卒業論文で LGBTQ に関してのことを、うん、まあ、題材にして、ね、してくれる方が多くて、その方にインタビューを受けることがちょこちょこあるんですけど、それを今日はする。うん、でもそれまでにちょっと時間があるから、その間にちょっと編集と、あと新しい動画を撮影を、うん、2時間以内にしようと思います。うん、今日の21時に動画するから、うん、よし、急ごう。急ごう。えい。えい。あとあれもやらないとだよ、打ち合わせ。ああ、はい。あ、まだまだあるんです。はい、じゃあちょっとそれ、まあ、今から移します。はい、はい、終了。どっちから行く？じゃあ寮から。寮から。翔太のいいところ。じゃあお願いします。はい、同じような感じにしたら。じゃあ、あー眠い。睡魔にね襲われて眠いね。でも大丈夫よ。しょうちゃん、はい、お腹が見えてる。いいのよ、かわいい。お腹が見えてる。じゃあ、終了。終わった。とりあえず動画。はい、うわー、はい、癒してください。お疲れ様。ありがとう。うん、はい、はい、あとは今編集が全部終わって、はい、アップする準備をしてて、はい、です。で、
撮影まだ間に合わない、うん、で今時刻が16時45分なので、うん、よしやろう。そうだね、はい、今から撮影します。はい、というわけでですね、まあ撮影の時は結構1日2回とか撮ったりするんですけども、うん、その時は服を変えてまーす。なんでこっち来たりこっち来たりどうこっちの、うん、わかんない。せーの、さあ始めました、少量チャンネル、翔太です。りょうです。少量です。イエーイパフパフ、イエーイパフパフ、イエーイパフパフ、イエーイパフパフ。長い。何ですか今回は。はい、というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンお願いします。インスタ、ツイッター、ティックトックもお願いします。ではまた。はぁ、はぁ、はぁ、お疲れ。はい、はい、終わった。はい、次は10月下旬にちょっとまだね、もうね発表できないことが多すぎて本当にあれなんですけど、10月下旬には必ず絶対わかるからそれまで待っててほしいんだけど、それの打ち合わせをしたいと思います。はい、まあ打ち合わせっつっても、うん、まあうちなんでどうするああするっていうだけの話なんだけどね。ひょうにょう、感じでですね、はい、大丈夫かな。何が全然ここのベッドの上しか撮れてないよ。ほとんど今日はね、うん、ひょうにょう。いやにしてもね、充実しててめっちゃ嬉しいんですよ最近。あ、急に撮り始めて、うん、よし、というわけで今日は一応最後のお仕事になります。外はもうめちゃくちゃ暗くなったんですけども、最後はですねインタビューか、うん、を受けたいと思うのでやっていこうと思います。大丈夫か。あ、こんにちは。あ、聞こえますか。はい、聞こえます。聞こえておりますか。あ、聞こえます。あ、よろしくお願いします。質問させていただければと思っております。はい、はい、そういう感じですかね、うん、やっぱそのや例えば恋愛の話とかするじゃないですか。はい、でその時にひょうにょう。はい、真っ暗になっちゃった、ね、はい、今日は人と関わることはもう終わりです。あー、うん、そうね。はい、そうだね、終わったね、うん、イエース。でもあれでしょ、ちょっと編集をしに。そうなんですよ、行ってこようかな。はい、ちょっと僕はですね明日また仕事が早いのでぼちぼちゆっくりして寝ようかなと思いますが、はい、まあ無理しないようにね。はい、体調は大丈夫。大丈夫、うん。はい、はい、というわけで今回は僕らの一日を撮っていきました、うん、はい、いかがだったでしょうか。まあ、なんか、うん、こんな日はないよね。まあ、詰め詰めに詰めちゃった時期、うんうんうん、そう、今がそういう時期なんだけど、タイミングがね、すごい、うん、重なっちゃったって感じだけど、うんうんうん、まあ、普段はもうちょっと緩やかな感じで、うん、まあ、楽しくいいよね、うんうん、何がなんか、必要とされてるっていうのは、そうだね、うん、大きいね、嬉しいかもしれない、はい、うん、で、ちょっと編集僕は頑張っていきます頑張って。はい。はい。というわけで、今回の動画はここまでにしたいと思います。気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンお願いします。インスタ、ツイッター、ティックトックもお願いします。ではまた。